どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、ちょっと検証動画をやっていきたいと思います。まあ検証というか、あのこちらのマスカラ、キャンメイク東京さんの、マスカラの下地を使って、そのマスカラの下地って結構繊維とかがいっぱい入ってて、でちょっと固まるじゃないですか。でそれを、まあ、例えば髪の毛の根元につけてボリュームがしっかりと出るかっていうことをちょっとやっていきたいかなと思いまして、多分出るとは思うんですけど、出てどういう風になるのかなとか、なんかそういうのをちょっと見ていきたいかなと思いますので、まあでもこれがうまいこと言ったら、結構いろんなところで、まあ、皆さん絶対メイク用品で、まあ、マスカラの下地とか持ってる方も多いかなと思うので、まあ、使える方法になってもらえるかなって思いますので、ぜひよかったら参考にしてみてください。それでは動画をどうぞ。クシを使っていきます。ボリュームが欲しい分け目の横を1センチ幅ぐらいですかね、で分けて反対側に置いておきます。キャンメイク東京のマスカラの下地を使っていきます。次にこの分けたところをもう1センチぐらい幅で取って、ここの内側ですね、ここにベースのマスカラの下地を塗っていきます。そして乾く前にこの中間ぐらいからですかね、ちょっと逆毛を根元に少しだけ立てます。中間ぐらいから入れると結構綺麗に立ちやすいので、このぐらいで入れておきます。である程度乾いたら離して下ろすと立ち上がりがしっかりと出てます。溶かしてないんであんまり綺麗じゃないんですけど、しっかりと立ち上がりボリュームが出てます。でこのまま分け目をさっきの1センチ分けたところを戻すと、しっかりとボリュームが出てます。まず分け目から横1センチ幅ぐらいで取って横に分けておきます。でまた下の1センチ幅を取って、内側、髪の毛の内側ですねにマスカラの下地を塗っていきます。で乾く前に中間あたり、このあたりぐらいから逆毛を根元に優しくつけていきます。でこのまま少し乾くのを待ちます。まあ、すぐ乾くと思うので、触って乾いてたらゆっくりと下ろすと、ここまで立ち上がりがしっかりと出てます。でここの場合で溶かしてしまうと、このボリュームちょっと崩れてしまうので、この分け目の部分ですねを戻して、で戻した時に少し面を整えるぐらいに優しく溶かしてあげるぐらいで十分かなと思います。するとこれだけでもしっかりとボリュームがまた出てます。で最後に不自然にならないように、クシのテールでちょっとジグザグにしてあげて、分け目をこうよりふんわりさせてあげると、立ち上がりがしっかりと出て自然な分け目でボリュームが結構出てるような感じに見えるかなと思います。こんな感じでやってみました。まあ、やってみて思ったのが、手早くやらないとダメなのと、あと分け目がパックリ分かれてると結構出にくいかなと思うので、初めにしっかりとこう乾かす時、夜とか乾かす時にしっかりと分け目を隠した状態で乾かして、でその後にこうまあこれをつけるであげると、結構ボリュームアップはしっかりと出てくれるかなと。分け目がしっかりとこうパックリ分かれてると、分けた時に結構不自然になってしまう可能性もあるかなと思いますので、なかなかまあ、難しいかもしれないですけど、ちょっとボリュームが、まあ、仕事終わりとかでボリュームが欲しいっていう時に使える方法かもしれないんで、まあ、一応覚えといてもいいかなっていう方法だと思うので、よかったら参考にしてみてください。それではまた、さよなら。